ナギア・ナオミは政府の被害者で、カレンはその政府を倒そうとしているわけか。どうしたの？ケンマに何か話しておくことなかったっけ？いいのか。感謝する。当たり前の話だが、ユイトは若いな。そりゃ玄馬よりは若いかな。俺にもそんな時代があったはずなんだが、大したことは思い出せない。今しかない時間を大事にするといい。なるほど、お前という人間が少し分かった気がするぞ。俺も玄馬のこと少し分かってきたかも。ルカ、ちょっと聞いていいかな？はい、何でも僕にお答えできることでしたら。あ、もしかして兄のことですか？え、カレン元連隊長のこと？いや、違う違う、そうじゃなくてルカのことを聞きたいんだよ。これからも一緒に戦う仲間だろ。だったらいろいろ知っておきたいと思ってさ。はあ、僕のことですか？あれ、俺なんか変なこと言っちゃった？いえ、少し驚いただけです。いつも聞かれるのは兄のことが多くて、自分の話はあまりしたことがなかったものですから。そっか、確かにお兄さんがあの人だもんな。ええ、
兄は良くも悪くも人目を引きますからね。僕はその影に隠れていることが多いんです。だからつい早とちりしてしまいました。すみません。別に謝ることじゃないって。それに俺もルカの気持ち少しわかるからさ。俺の兄貴もカレン元連隊長とは違うけど、エリート街道まっしぐらで目立ってるから。それに比べると俺はまだこんな感じだろ。どうしても周りからは比較されたりするよ。カイト本部長ですか。確かにあの若さで海抜軍の本部長に就いたのですから、かなり優秀なんでしょうね。出来のいい兄貴がいると苦労するよな。まるでこっちの出来が悪いみたいでさ。と、ルカの場合は別にそんなことないか。なんたってセプテントリオンだもんな。ルカの力はカレン元連隊長に勝るとも劣らないって軍も世間もはっきり認めてる証拠だ。軍や世間がどう評価しようと、やっぱり僕は兄にはまるでかないませんよ。いろいろな面でね。ん？そういえば僕について知りたいということでしたね。具体的に何が聞きたいんですか？ああ、そうだな。じゃあ、とりあえず趣味とか？なんだか古風なお見合いみたいですね。まあいいでしょう。僕の趣味はトレーニングです。こう見えて体を鍛えるのが大好きでして、昔から独自メニューを組んで毎日続けているんですよ。へえ、なるほど、トレーニングか。あんまりそんな感じには見えないけど、こうして見てても体もかなり細いし小さいし。今そうは見えないって思いませんでした？え？いや、別にそんなことは。正直に言ってください。別に怒りませんから。はい、思いました。まさかルカ、瞬間移動の他に思考を読む能力を。そんなものなくても顔を見ればわかりますよ。ユイトは隠し事が下手なタイプですね。気をつけるよ。まあそう思われる理由はよくわかっています。確かにこの体ではなかなか筋肉がつきにくいですからね。でも続けることで少しずつ成果は出ているんです。やはり継続こそ力なんですよ。そうか、ルカは努力家なんだな。努力というか鍛えること自体が好きなんです。やればやるだけ筋肉は必ず応えてくれますからね。ユイトも少し鍛えてみたらどうですか？見たところなかなか鍛えがいがありそうですし、僕がみっちりメニューを組んで鍛えれば半年後には見違えるほどムキムキの肉体になれますよ。え？ムキムキか。鍛えたい箇所があれば言ってくださいね。腹筋をカニにしたいとか、肩をメロンにしたいとか。メロン？いや、そこまではちょっと。そのうち考えておくよ。はい、いつでも相談してくださいね。ゲンマ、時間が空いてるならちょっと一緒に街へ出かけないか？街？何かあるのか？この間言っただろ、流行りを追いかけようって。俺、面白そうな場所をいろいろ調べたんだ。ああ、あの話か。わかった。まあ、約束してしまったからな。大丈夫だよ、なんとかなるって。そうだといいが。
ゲンマ、大丈夫か？少し時間をくれ。頭を整理する。理解が追いつかなくてな。ゲンマに若者の流行を教えようと思ってあちこち連れ歩いたけど、ちょっとやりすぎたのかも。これで一通り最新の流行スポットは見てきたけど、どこか気になる場所はあったか？最後のあれは何だったんだ？部屋の中で巨大な猫の群れにもみくちゃにされたが。あは、 VR 猫カフェだな。あれはすごかったな。癒し効果が高いって若い女の子の間で人気らしいよ。あれが癒し。今の若者は巨大な猫に埋まって癒されるのか。俺は夢に見そうだ。その前は狭い部屋に閉じ込められて、わけのわからないパズルをやらされ。ああ、密室脱出ゲームか。俺はあれ結構楽しかったな。ビジョンで謎解きしたりして。そうか。まあユイトが楽しかったのならよかった。ってことはゲンマは楽しくなかったんだよな。ごめん、俺のリサーチ不足だ。いや、俺こそ文句ばかりですまん。お前のせいじゃない。俺が楽しみ方を分かっていないだけだろう。今の娯楽がここまで変わっているとは思わなくてな。俺の知っている時代とは違う。正直ついていけん。そうか、なんかごめん。気分直しに何か食べようよ。そうするか。だが何を食べたものか。この店ではあまり食事したことがなくてな。ここなら食べ物の種類はいろいろ揃ってると思うよ。ゲンマはどんな食べ物が好きなんだ？そこまで食事にこだわりはないんだが、強いて好物を挙げるなら餃子か。餃子か。あ、ちょうどなんか面白そうな餃子があるぞ。当店一押し、大流行の最新メニューだって。流行の最新？あまりいい予感がしないな。だが今日は若者の流行を追いかけるために街に来たんだったな。いや、無理しなくても大丈夫だ。俺も心を決めた。初志貫徹しよう。大変お待たせしました。こちらが当店一押し、バラエティ豊かなふわごつミックス餃子です。お好みで10種類のソースにつけてお召し上がりください。それではごゆっくりどうぞ。なんだこれは。緑に黄色、赤に黒。まさかこれが餃子なのか。この店オリジナルの餃子みたいだな。餃子の具もそれぞれ違うんだって。色だけじゃなく餃子の形もおかしいぞ。丸に四角にトゲの生えたものまである。これが今の時代の餃子なのか。なんてことだ。時代が変わると料理すら別物になってしまうとは。でもこれ確かに見た目は変だけど味は結構いけるぞ。ゲンマも食べてみたらどうだ。これをか。気が進まんが、注文したものを無駄にもできないな。よし。悪くない。俺の知っている餃子とは違うが、不思議な味わいだな。気に入ってくれてよかった。見た目は変でもやっぱり食べてみなきゃわからないな。そうだな。
見慣れないからといって警戒しすぎていたかもしれん。なかなかうまい。これをうまく感じるってことは、玄馬も流行りの味をちゃんと堪能できたってことだな。この餃子が偶然うまかったからといって時代に適応できたとは俺には思えんぞ。きっとその美味しいって気持ちが大事なんだよ。見た目は変わっても美味しいって感じる心がさ。なるほど、確かに一理あるな。楽しみ方、味わい方は変わっても人間の心は同じということか。そう、そういうこと。今日も場所選びは失敗したけど、玄馬と一緒にあちこち回れて楽しかったよ。そうだな、俺も最新の流行を楽しむことはできなかったが、街を歩くこと自体は楽しんでいた。新しいものに触れるたび自分が時代遅れのように思えて戸惑っていたが、時代が変わろうと本質が変わるわけではない。ただ視点が変わったに過ぎないのかもしれないな。うん、うまかった。ごちそうさま。もう食べ終わったのか。よっぽど気に入ったんだな、その餃子。ああ、こいつは俺の新しい好物になりそうだ。新しいものに触れるのも悪くないな。それじゃあまた時間があったらこんな風に街を回ってみようか。それは構わないが、あの猫カフェとやらは勘弁してくれ。猫は嫌いではないが、あーも大きいと不気味だ。変なとこ連れて行って悪かったな。わかった、あそこはやめておくよ。一部刺激が強すぎたみたいだけど、最終的には楽しんでもらえてよかった。なんだか考えすぎて頭がしびれてきたような。少し休んだ方がいいな。ユイト、起きて。渡るから連絡だよ。ああ、ごめん。少し休むつもりが本格的に寝ちゃってたみたいだな。それで、渡る、どうしたんだ。やはり俺たちが旧海抜軍病院へ侵入した件が問題になっているのか。ああ、いやいや、病院の件は吹雪連隊長がうまいこと処理してくれたから大丈夫。大した話じゃないかもなんだけどよ、船戸高速の穴のことを知らせとこうかと思って。そういえば船戸高速の空に妙なものができてたな。穴といえば穴だけど、あの後大変なことがいっぱいありすぎて忘れてた。あれ、何だったの。政府はあれをクナドゲートって名付けたらしいな。調査隊がいろいろ調べたみたいだけど、超局所的な重力異常ってこと以外何もわからないんだってよ。ただブラックホールと性質が似ているとかで、あの辺りは立ち入り禁止になってるんだと。クナドゲート、向こう側何も見えなくて不気味だった。ま、あっちに行くことはないかもしれないけど、知らないよりは知ってた方がいいだろ。そうだな、教えてくれてありがとう。もしまた何か分かったら共有してくれ。お任せあれ。な、そうだ、ユイト隊の次の任務だけど、今のところ待機ってことになってるからな。もう少しアジトにいて大丈夫そうだぜ。そうなの。じゃあまだしばらくはアジトでゆっくりしてよっか。ええ、そうしましょう。きっと吹雪さんの計らいでしょうから、甘えておくのがいいと思います。
失礼、お邪魔するよ。吹雪連隊長、どうしてここが。僕が吹雪さんに伝えました。毎回セーフゾーンで話すよりアジトの方が安全だと思って。助かってやるか。監視は巻いてきたから少しの間なら大丈夫だ。監視がつけられているんですか。前に言っただろ、僕は政府の犬だからね。でも、もう犬のままでいる必要はなくなった。カレンがいなくなってしまったから。カレン元連隊長、どういうことですか。カレンはあの通りだから。政府に好かれるタイプの人種じゃなかったんだ。人格矯正や排除の対象として目をつけられていた。だから僕がカレンの代わりに海抜軍を政府の指示通りに動かす役目を請け負っていたんだよ。そのことをカレン連隊長は知らないよ。カレンを政府の手から守るには僕がカレンの監視役として立ち回るしかなかったから。それにそんな話をカレンにしたら余計なことはするなと言われただろうしね。だから正直言うとちょっとホッとしているんだよ。これで僕も政府の言いなりにならずに済むって。セーラン氏が反乱を起こした今なら政府の監視に隙ができる。僕はこの機を逃すつもりはない。この国の歪みをカレンとは別の手段で変えられるはずだ。別の手段？何をするつもりなんですか。この国は違法な人体実験による強引な超能力研究を進めている。理由は全くわからない。政府が完全に情報を統制しているからだ。マスコミすら政府の監視と圧力のもとにある。政府がなぜそんなことをしているのか把握してこの国を歪んだ体制から解放したい。カレンはそのためにセーラン氏と組んで国家に対する反乱を選んだ。だが僕は政府機能の中心から崩すことが早道だと考えている。兄さんは外から、吹雪さんは中から、この国を変えようとしているんですね。ああ、だから情報を把握するために体制に従順なふりをする方がいい。都市コンピューターの荒はばきに近づければ政府が隠している情報を暴くことができるはずだ。それを俺にも手伝わせてもらえませんか。父さんが何をしてきたのか、それに兄さんが何を隠しているのか、俺も知りたい。ユイト、君はこの隊の隊長を命じられている。隊長は隊員に責任を持たないといけない。君が政府の隠す謎に触れようとすれば隊員たちも無事では済まなくなるよ。分かっているのかい。だったら俺を隊長から外してください。それはできない。君は良くも悪くも注目されているから。カイト・スメラギ本部長の命令でもあるしね。ならば隊員である我々もユイト隊長と同じ意思を持てばいいのではないか。ゲンマ、どうせ俺は近いうちに海抜軍から離れることになる。もう年だからな。ならばその前に真実を暴きたい。なぜナオミがああなってしまったのか、それによってなぜナギが人格矯正を受けることになったのか。僕もゲンマに賛成します。この国が隠蔽する謎にユイトが挑むなら協力させてもらえませんか。僕もこの国の人体実験の被験者ですからね。え、それは一体。僕と兄のカレンは超能力の強化処置を受けているんです。強化処置？そんなことが。ユイトがタイから外れることができないのなら隊員を外せばいい。この件から外れたい隊員を別の部隊に編入させれば問題ありませんよね。分かった。そこまで言うならユイトにも協力してもらおう。だが隊の再編成には手続きが必要だ。だから今回は正当な出撃命令を出すことにしよう。セーラン市周辺の情報収集を頼む。水ハガー近辺に
海抜軍の離脱兵が出没すると聞いている。セーランの反乱に同調した元隊員たちが何か行っているのかもしれない。その調査の間に花火やつぐみを別の隊に再編成するように動いておこう。それじゃ頼んだよ。ユイタ、俺もオペレーターとして隊に残る。私もそろそろ役に立ちたい。よし、ここから先はセーラン側の海抜軍が哨戒に出ている恐れがある。慎重に進もう。ユイト、アジトでの話だけど、本気なの？吹雪連隊長を手伝うって話？そう、だってそれってカイトさんや亡くなったおじさまを疑うってことでしょ？私はこの隊に残る。え？つぐみ、ナオミ、かわいそうだった。もし政府が関わってるんだとしたら許せない。ストップ、前方から怪異が来るぞ。花火、つぐみ、話は後で聞く。今は怪異を片付けるぞ。うん、そうだね。了解。一旦減らしたよ。俺がやる。他に怪異はいないか？特に反応はない、うん、ユイト、大丈夫？え？ああ、今の戦闘では特に大きなダメージもなかったけど。何言ってるの？急に頭が痛いって立ち止まったから。待って、また記憶が飛んだんじゃないかな。さっきまで何を話していたか覚えていますか？花火が本当に吹雪連隊長のことを手伝うのか尋ねてきて、その後つぐみがこの隊に残るって。その先は？その先って怪異が現れて戦闘になったから何も話してないだろ。違うのか？ユイタ、ルカとゲンマの話覚えてないの？何を話したんだ？
俺の老化が始まっているという話とルカが受けた実験のことだ。ごめん、何も覚えてない。本当にその話をしたのか。ユイト、俺も聞いてたから間違いない。ステータス上の異常は出てないけど、医者に言われた脳の疲労ってのが影響してるんじゃないか。超能力を使えばどうしても脳に負担がかかる。今は無理に戦闘をしない方がいいのかもしれない。そうはいかないよ、任務があるし。ユイト、本当に大丈夫？おとがしゃ、トモゾウエ。え、何？あ、馬、本舗、デブルスハイダン。なんだ、言葉が、考えていることと言葉が一致しない。ヒングキタケジン。頭部に異常な反応が見える。何が起きているんだ。言語障害です。おそらく脳に強い負荷がかかっているのでしょう。どうすればいいの。病院で処方された薬はありますが。しかしあのアンプルは怪しいぞ。見た目は配置化軌道で拾ったアンプルと同じもの。みんな注意してくれ、怪異がそっちに接近中だ。こんな時に。ユイトは休んでて、怪異は私たちでどうにかするから。くそ、頭が痛い、割れそうだ。仕切り直した、来い。このぐらい。なんだか、なきゃ。ユイト、まさか超能力が使えないのか。仕切り直した。ダメだ、超能力が全く使えない。このままじゃまともに戦うことすら。どうすればいいの。何か直す方法は。どうする。飲むか、今。ユイト、迷ってる場合か。こんなところで怪異にやられるわけにはいかないだろう。ユイト、あのアンプル剤を飲んだんですか。つぐみ、今見てる。あ、頭部の異常反応がちょっとずつ消えてる。この薬すごい効き目だ。頭痛ももう収まってきた。ユイト、言葉もちゃんとわかる。どうだ、戦えそうか。ああ、大丈夫だ、一気に片付ける。まだやれるよな。痛みも消えた、これならいける。
確認できる各種ステータスに異常なし。どうだユイト、具合は？ああ、もうなんともない。心配かけちゃったけど、アンプルを飲んでよかったよ。正直、あのままじゃどうにもならなかった。そうですね。副作用も特に出ていないようですし、問題のない薬だったと考えていいのでしょうか。まあ、変な匂いがしてすごくまずかったけど。ねえ、このまま任務を続けるの？少しアジトで休んだ方がよくない？大丈夫だよ。超能力の調子も元通りだし、異常を感じたらすぐに言うから。先へ進もう。了解。でも本当に無理しないでね。約束だよ。ああ、分かったよ。近くに物資反応があるみたいだな。